さて今回の動画は800年以上受け継がれてきた日本人の精神武士道についてお話しします。参考にした本はこちら、新渡戸稲造武士道です。あなたに質問したいのですが、あなたには困ってしまった時、また諦めそうになった時に原点に立ち返る心の支えのようなものがあるでしょうか。それはあなたが大切にしている座右の銘だったり、家族の存在だったり、映画だったり、まあ人によって様々あるだろうなと思います。私はそんな原点を思い出すためのツールの一つにこの武士道があります。憤りを感じた時、失望感に押しつぶされそうになった時、初心に帰らせてくれるのがこの本です。武士道を読むと、そこに記されている一言一言が暗く閉ざした私の心を照らし、どう生きることがかっこいいのかを示してくれます。2020年、感染病が世界中を覆い、経済界や医学界は大混乱に陥りました。ただでさえ働き手が多くない日本でも、就職難、リストラ、倒産の嵐が起き、私が生きている意味って何だろうと悩み苦しんでいる方が少なくないだろうなと思います。私はそんな状況下にいる一人一人に一体何ができるのかを考えた時、武士道精神を伝えることではないかと感じました。あなたは武士道と聞くと、誰もが忘れてしまった古き良き日本の精神みたいなイメージを持つかもしれません。しかし新渡戸稲造が言うように、あなたが日本人なら何年経とうが関係なく、武士道はあなたの心に宿っています。仏教でもキリスト教でもない武士道という経典なき宗教は、今でもあなたの心に宿り、静かに燃えています。この動画はそんなあなたの大和魂を揺さぶる動画です。現代社会のような困窮の時に必要なものは原点に帰ることです。今こそこの動画を通し、あなたの中に眠る武士道精神を呼び起こしていただきましょう。この動画では最初に武士道の起源を軽く説明します。次に武士道精神を構成する7つの徳プラスアルファを紹介します。最後のプラスアルファに関しては武士道の徳として挙げられてはいませんが、非常に重要な徳を紹介します。ぜひ楽しみながら最後までご覧ください。では行きましょう。武士道の起源は今から約800年前の鎌倉時代にあります。この時代は西にいた平家と東にいた源氏が合戦を繰り広げ、源氏側が勝利したことで始まった時代です。鎌倉幕府を開いた源頼朝は封建制度を敷き、将軍と御家人の間に主従関係を結ばせたことが特徴的ですよね。御家人となった武士たちは能、工、商の上に立つ特権階級として民衆の暮らしを監視する役割を担っていました。そんな中、武士としての名誉、誇りを大事にする彼らは、同じ武士が不始末なことをし、武士の名を汚さないよう、いつしか武士同士がお互いを律し、監視し合うようになっていきます。武士道というのは、このような封建制度の中で、己を見つめ直す心から出発します。さらに、武士道に大きな影響を与えたのは、仏教と神道でした。仏教は武士道に、諸行無常の心を与えました。すべてのものは移ろい続ける、どんなに執着しても運命という流れに逆らうことはできない、その考え方は武士に生に執着せず死を常に意識した精神を与えました。神道では万物に神が宿るという考え方を浸透させました。火、水、風のような自然の中に、また扱う道具一つ一つの中に、茶の湯の一杯にだって神様は宿る。神道は武士に物や人を大切にする心を与えました。こうして武士道は仏教やキリスト教のような経典という形ではなく、その肉体精神に自然と刻まれていきました。新渡戸稲造は武士道が日本人に与えた影響をジャパニーズウェイオブライフと表現します。武士道とは武士だけの道徳規範では収まらない。武士道は西洋文化と入り混じった明治に生きた人たちにさえその道徳観を植え付けた。武士道は今を生きる日本人の生き方そのものだ。新渡戸稲造はこう言っているんです。ではそんな武士道精神とは
具体的にどんな精神なのでしょうか。ここからはこの動画のメインテーマである武士道精神を構成する7つの徳プラスアルファを解説します。武士道は次の7つの徳で構成されています。義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義。まず義からお話しします。義とは人としていかに生きるかを説いたものです。武士の世界では卑劣、卑怯というのは臆病者のすることであり、正々堂々とした公平な精神が大事にされてきました。義とは例えるなら人の体の骨みたいなものです。あなたがどれだけ利口で身体能力に優れた人間であろうと、正義という軸がなければもはや人の道を外れたも同然です。中国の思想家孟子は言います。仁は人の心であり、義は人の道である。武士道では人間としての正義を追求することを第一に考えます。では人間としての正義とは例えばどんなものでしょうか。その答えを簡単に言ってしまえば、世のため人のために成長する選択をせよと言われています。義の道とは常に楽をしたいという欲望との戦いです。例えばあなたが週末は勉強や読書をする時間に当てようと思っていたとします。しかし友達から飲みに行こうよ、遊びに行こうよと言われた時、その誘いに従い欲望の道を歩いてしまっては、自ら定めた義に反する行動になってしまいます。そういう時に今の自分にとって必要なことは何かと考え、ぐっと我慢できるかどうか。一時の快楽ではなく、自らを厳しく律する道をあえて選ぶことができるかどうか、これが義にあたります。これは本当に難しいことですよね。今日ぐらいいっかという気持ちは常に私やあなたの心の中にいます。ノリ悪いなぁと思われたくないからとか、まあ来週からやればいいかという言い訳はいくらでも出てきます。これをどれだけ律することができるか、ここで重要になってくるのが2つ目の徳、勇です。勇とは勇気と忍耐の大切さを説きます。中国の思想家孔子は義を実践できない弟子に対しこのような指導をしています。義を見てせざるは勇なきなり。孔子は自らの正義のために行動できないのはあなたに勇気と忍耐がないからだと言ったわけです。これはとっても単純な言葉なんですが、非常に的を得ていますよね。先ほど言ったように義の道というのは欲望との戦いを意味します。これを克服するには相当な勇気と忍耐が必要です。そこでこの動画を見ているあなたは、勇気と忍耐が必要なのは分かったけど、じゃあそれを鍛える方法はないのかと思いませんでしたか。実は武士道の中ではそれに対する答えを出しています。勇気と忍耐を鍛えるにはどうすればいいのか。それは平静であることを心がけよと言われています。はて、平静であることと思いますよね。武士道ではどんな戦場であろうと冷静に対応するために勇の鍛錬を欠かさず行っていました。そのため彼らは座禅や黙祷、断食を通し気持ちを沈ませ常に平静でいるよう心がけていました。勇の精神は決して激しいトレーニングの中では生まれません。勇の精神は穏やかで落ち着いた心から生まれます。真に勇敢な人は常に冷静であり、瞳の中に情熱を隠す人です。ですので勇のある人を今風に言えばセルフコントロールできる人と言えるわけですね。ここでちょっと脱線しますが、もしあなたがセルフコントロール力を上げたいと思うなら、朝のルーティーンやセルフトークという方法があります。朝のルーティーンは起きる時間から会社や学校に行くまでの時間で決まった行動を取ることを意味します。例えば家を出発する40分前に起床し、ラジオ体操をする、10分間瞑想をする、コーヒーを飲むなど朝のルーティーンを作ります。するとこれを毎朝守り習慣にするだけで自己肯定感や行動力が驚くほど上がります。またセルフトークというのはトイレ休憩や一息入れたいなぁという時、鏡の前で自分と会話するというテクニックです。悩んでいる時やネガティブな気持ちになった時、すかさずトイレに逃げ込み、俺ならできる、きっとうまくいくと
自分に言い聞かせるだけで、あなたのセルフコントロール力は上がります。ちなみに武士は自分の身だしなみを整えるために手鏡を常に懐にしまっていたそうです。もしかしたら武士も手鏡を眺めながら頑張るぞと自分を鼓舞していたかもしれませんね。続いて説明するのは仁です。武士道では仁とは王者が持つ最高の徳と言われ大切にされてきました。仁とは慈悲、寛容、憐れみの心を意味します。では仁のある人とは具体的にどのような人なのでしょうか。これを武士道の言葉を借りて表現するならば、逆境に感謝し成長につなげる人です。逆境を楽しめる人、嫌なことを注意してくる人に感謝できる人はマジで最強です。人間誰だって感謝されることは気持ちのいいことだと感じます。少し想像してみてください。もしあなたが会社の後輩にこれできてないよと注意したとします。そんな時後輩が嫌そうな顔で話を聞いていたら、あなたも嫌な思いをするはずです。しかし真剣に話を聞き、勉強になりました、何かあったらまた注意してください、ありがとうございますと言われると、言われたあなたはきっと嬉しくなりますよね。人間というのは感謝されると何かしてあげたいという偏方性の原理が働きます。感謝を忘れない相手にいじめてやろうとか仲間外れにしようなんて思う人はまずいないはずです。つまり全てはあなたの感謝の心次第です。仁から学べるポイントをまとめると次の通りです。嫌なことがあっても笑顔と感謝を忘れない、全ては自分の成長のためと思おう。新渡戸稲造は武士道の中でも仁は特に重要であり、繰り返し鍛錬が必要だと言われています。できないのが当たり前なので、常にこの意識を持って励んでいきましょう。次に礼です。礼とは心の鍛錬を説いたものです。日本人の礼儀正しさとマナーの良さは多くの外国人が称賛しています。古来より日本では礼という徳は非常に重要な役割を果たしており、私たちの生活に自然と浸透していました。いきなりですが、あなたは礼という言葉の由来をご存知でしょうか。礼という言葉はもともと神を祀る儀式の順序や作法を意味します。神様の前では優雅で洗礼された礼が重んじられていました。これが今では年上の人や他人に対し礼儀をわきまえることにつながっています。しかしもしあなたがただ頭を下げればいい、なんとなく礼儀を守っていればいいと考えているのであれば、めちゃくちゃもったいないことです。なぜなら礼というのはその人間の品格を作るからです。新渡戸稲造は礼を厳守することは心の訓練につながると言います。他人を適当に扱う人はそういう品格を作り、逆に他人から適当に扱われる人になります。他人を敬う人はそういう品格を作り、逆に他人から敬われる人になります。武士道では礼の大切さを最も分かりやすく表した人物として千の利休を紹介しています。利休の茶道を通した思いやりはあの天下人豊臣秀吉をうならせるほどでした。利休はこんな言葉を残しています。茶を仕立てるとは礼儀の極みである。お湯は飲みやすいように熱からずぬるからず、夏は涼しげに、冬はいかにも暖かく、雨降らずとも雨具の用意をし、客の心を心とする。綺麗な言葉ですね。利休はお茶を出すという行為に礼儀の極意を見出し、多くのお客様を癒してきました。利休の極限まで無駄を省いた所作は一つ一つが優雅でありながら美しかったと言われており、上品な品格を想像させますよね。このことからもわかる通り、礼儀というのはその人間の品格を作るんです。礼儀の追求は美しい人間を作ります。あなたも挨拶や食事の作法、人前での立ち振る舞いにはできるだけ注意を払い、美しい品格を作る努力をしてみてはいかがでしょうか。そして次は礼を常に意識する上では欠かせない誠の心を語っていきましょう。誠とは礼を誠実に行う心を説きます。新渡戸稲造は武士道の中で、正直さ誠実さがなければ礼は芝居と同じであると言います。
例えば表ではいいこと言うけど裏では悪事を働く人々は誠の心がない人です。誠は言をなすと書きます。一度言葉にしたことは必ずなすという漢字の成り立ちから武士に二言はないという言葉ができました。誠は武士にとって大切な心構えとされ本物の武士に憧れた新選組の旗印にもなりました。近藤勇が最も大事にした言葉はこの誠という言葉でした。儒教の教えを説いたとされる中庸には至誠天に通ずという言葉があります。この言葉はつまり誠実に礼を尽くす人の願いは天に通じ思い通りになる。それは水が上から下に落ちると同じくらい当たり前のことなんだと言われています。ここまでで一旦まとめると礼を尽くす人は品格のある美しい人間になるということ、礼を実践するとき誠実さを忘れてはいけないということでした。そして次に紹介する徳が武士道の中核と言われる部分です。これは義、勇、仁、礼、誠の精神の原動力となり武士の人生観そのものを意味します。その徳とは名誉です。名誉とは人としていかに死ぬかを説きます。新渡戸稲造の書いた武士道と同じくらい有名な本に葉隠れという本があるんですが、そこには武士道とは死ぬことと見つけたりという言葉があります。この言葉には武士は常に死を意識し美しく散ることを何よりも大事にするという思いが込められています。実はこの言葉は武士道の徳、名誉の本質を捉えています。ここは大事なのでよく聞いてください。つまり名誉というのは自らの役割を果たそうと一生懸命に生きた人間だけが死ぬ瞬間に得られる徳です。名誉は他の徳とは一線を画します。名誉というのはあなたが生まれ死んでいくまでの間では決して得ることはできません。名誉とはあなたが死ぬ瞬間にあっぱれな人生だったと思えた時に得られる徳なんです。この動画を見てきたあなたはこれまでの徳の話を聞いて、まあ正しいことは言ってるけどそれ難しいよなとどこか冷めた感じで見ていた部分もあったかと思います。それは何ら不思議なことではありません。私だってそう思いましたし、当時の武士たちも難しいなと感じていたはずなんです。だからこそ武士はくじけそうになった時、武士道とは死ぬことと見つけたりと心の中で暗唱し、名誉ある死を常に考えていました。はっきり言ってしまえば、これまで話してきた義、勇、仁、礼、誠の精神を厳守するのは名誉ある死のためと言っても過言ではありません。武士は死ぬ瞬間にこそその人間の価値が現れると信じていました。周囲の人からあの人は立派な武士だったと言われるよう心がけることに並々ならぬ執着心があったんです。武士道とは自分に厳しく他人に優しくする精神です。嫌なことがあっても一切は自分のせいであるとぐっとこらえる必要があったんです。これら武士道の生涯を的確に表現したのが天下人徳川家康の言葉です。人の一生は重荷を負うて遠きを行くがごとし、急ぐべからず己を責めて人を責めるな。これまで話した徳を厳守するというのは簡単なことじゃありません。しかし日々の鍛錬を心がけさえすれば、いつか周りの人々はあの人すごいと理解を得ることができます。焦ってはいけません。また決して人のせいにしてはいけません。次に忠義です。忠義とは社会に対する個人の服従を説きます。最初の方でも言いましたが、武士は鎌倉時代の御家人から出発しています。そこに絶対的な主従関係を結んでいたので武士は将軍に対し逆らうことができませんでした。ギリシャの哲学者アリストテレスは言います。個人に先んじて国家が存在する。個人は国家の分子である。武士道の言う忠義とはこれに同意です。現代人からしたらびっくりするような考え方ですが、封建社会の中ではこれが当たり前だったんですね。昔の武士たちは将軍のために死ぬというのは最大の名誉と教えられ、国のために命を投げ出しました。がしかし、だからといって現代において大統領の言うことは絶対だ
なんてことは到底受け入れられませんよね。本来はここで武士道精神は7つすべて紹介し終わっています。ですがこれではなんだか後味が悪すぎます。本当に武士という存在は将軍に絶対服従の存在だったのでしょうか。武士としてではなく一人の人間としてやるべきことをやるという使命感のようなものはなかったのでしょうか。この疑問に答えを出してくれるのは最後に紹介する国旗という徳です。国旗とは欲ではなく使命に動く人を説いた言葉です。先ほど私は武士は名誉ある死のために日々学問や稽古に励んでいたと言いました。しかしこれだけが心の支えであったとすればそれはなんだか虚しい感じがします。国旗という字は己に勝つという意味があります。私はこの言葉に運命に逆らい使命を全うする意志を感じます。新渡戸稲造は武士道の中で武士は使命を自覚し準備するものであったと言われています。武士は武士である前に一人の人間として自分の使命とは何かを模索していたのではないでしょうか。私は国旗を体現した人物の一人に吉田松陰がいるのではないかと思います。松陰はバレたら殺されると分かっていながら日本を飛び出し世界を旅しようとペリーの船に乗船しようとしました。封建制度という取り籠の中で日本人は世界に目を向けなければいけないと信じ使命を全うしようとしました。しかし結局捕まり処刑されることになりますがその瞬間こんな歌を残しています。核すれば核なるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂、これをしては命が危ないと知りながらそうしてしまうのは大和魂があるからだ。私はこの言葉に今の日本人が失いかけている精神があると思います。今の自分にできることは何か、今の自分がやるべきことは何か、これを常に考え自分が生まれてきた意味は何なのかと模索することは間違ったことでも恥ずかしいことでもありません。むしろこれを考えないであっぱれだったと言える死なんてないと思います。私はこの動画を通しあなたが自らの原点に戻り考え、あなたのくすぶっている大和魂を燃やし再出発していただければなと思います。少なくとも私自身は自分のやるべきことは何なのかをこの動画を作成する中で考えさせられました。まだまだ答えは出ないですが武士道精神を忘れず日々自分を律し他人に優しくする鍛錬をしていこうと思います。あなたはこの動画を見て何を感じたでしょうか。ぜひコメント欄にてお聞かせください。以上で終了となります。このチャンネルでは他にも絶対に読んでおくべき名著や絶対に知っておくべき偉人についての動画を出していますのでよかったら別の動画もご覧ください。それでは良い一日を。